はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、今日はですね、暖かいを通り越して、も暑かったですよね。日中はもう20度弱、も20度超えてたような気がしたんですけども、おまあ、車のね、あのー、温度計見るとですね、まあ、非常に暑かったなということでね、もうこんだけね、急にね、暖かくなるとね、 もう体調も崩すよっていう、ね、感じなんですけども、皆さんのお住まいのところはどうだったでしょうかね、で来週の週初めごろ、また気温が、ね、下がるみたいっていう感じですけども、まあ、もうね、春はもうそこまでもう、もうやってきたなっていう感じですね、き、はいえー、今日のお話は、ですね、えー、地球上初めての大気汚染という、ね、お話をしたいと思います。はい まあ今ね地球温暖化とか二酸化炭素が増えたから気温が上がるとかですね、えー、フロンガスによってオゾン層が破壊されるオゾンホールができるみたいなね、えー、とかまああのー、まあ四日市ぜんとかですねまあ公害とかも多かったですよねまあ何かしら大気汚染っていうことはよく言われてるんですけどもお地球が誕生して46億年経っておりますけどもこの地球がですね誕生して初めて 生物による大気汚染っていうね、まあ、話なんですけども、おその頃の地球ね、まあ、地球ができ始めた、まあ、原始地球の大気成分っていうのはですね、大気蘇生っていうのは、まあ、ほとんどがまあ二酸化炭素だったんですね。二酸化炭素とかアンモニアとかメタンとかですね、あと窒素もありましたけどもね。はいえーまあ、そういったもので構成されてたんですよ。で、そこでね、皆さんあれと思いませんでした我々何吸ってます 酸素でですすよねそうなんですもう原始地球、まあ、ご存知の方もね、えー、多いと思いますけども最初酸素というものはなかったんですよ。もう全くですね。もうなかったんですよ。はい。で えまあその後ですね、えー、生命が誕生します。だいたい36から37億年前。まあね、億年前とか言うとね、全然イメージしづらいかと思いますけども、36、37億年前に生命は誕生したんですけども、その当時生きた生物っていうのは、まあ、酸素を利用してないんですね。まあほとんどね、まあ今酸素を利用する生物が大繁栄してますけども、37億年ぐらい前に誕生した生物っていうものは、まあ、酸素を利用せずに、まあ、エネルギーを取り出したわけですね。うん。で、 じゃあいつ酸素できたのっていうとですねだいたいね27億年前にですねシアノバクテリア日本名でいうと卵巣類とい言いますね幻覚生物ですね核を持たないミトコンドリアとか、まあ、そういった、まああのー、細胞小器官オルガネラというものを持たないものが、まあ、原始的な生物ですけどもが、まあ、誕生したとシアノバクテリアでこのシアノバクテリアがですね何をしたかというとですね光合成をしたんですね で、光合成の必要なものはって言われたらね、よくね、中学理科でやりますけども、二酸化炭素と水と太陽の光、エネルギーですよね。それをして、光合成をして有機物を作り、エネルギー源を作り、えー、生活をしてたと。要は自前で自家発電して、まあ、それを消費して自分の生命生きるためにー、エネルギーを生み出してたっていうことですね。で 光合成をすると出てくるのは、まあ、水が原料ですから水を分解した時に水素イオンと、ね、酸素に分けるわけだけど酸素はもう使わないので外に出しちゃうんですよ。体,、えー、体外に出してしまう。要は大気中に出すということなんですね。で、このシアノバクテリアがですね どうしたかというと、もう大繁栄したんですね。もう山ほど二酸化炭素あるからね。で、それをですね、もう多くの光合成をして、めちゃくちゃ酸素を排出します。で、25億年前頃から増え始めてですね、もう何十億っていうかけてですね、めちゃくちゃ酸素増えたんですよ。もうそれ、酸素大発生イベントというふうに言われておりますけども、めちゃくちゃ増えたんですよ。 うん、で、このね、シアノバクテリアなんでこんなね、増えたかっていうとですねある、ある特徴があってですね、いっぱい集まってコロニーを作るんですね。で、それをストロマトライトっていう風に言います。なんかね、うん、なんていうかな、うん、なんか、よく海のね、港の鳩場になんか、金具の、なんか、鍵、う、状、ん、のやつありません、ね、あんな感じの岩みたいなやつがですね、できてます。で、今現存するストロマトライトも、オーストラリアのシャーク湾で見ることができます。本当に岩みたいになってもういっぱい集まって、 るんで,すね、で、ブクブクとね、泡がボコ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 出てるんですけど、それがね、酸素なんですよ。まあ、それぐらい、そういう特徴があって、いっぱい、コロにいっぱい集まって、酸素、光、まあ、合成をして、まあ、共に矯正しながらね、えー、やってるんですけども、めちゃくちゃ酸素をね、増やしたんです。まあ、その酸素が増えたおかげでですね、まあ、オゾン層ができてですね、陸上進出することが果たされたんですけども、めちゃくちゃ酸素がね、増えたんですけど、これね、もうね、 あれなんですよ。もう要はね、酸素がめちゃくちゃ増えたこと自体が地球上初めて起こった大気汚染なんですよ。なんでっていうとですね、それまでは酸素を使う生き物っていうものはこの世にいなかった。要は二酸化炭素を使って、えー、まあ、二酸化炭素を使ってエネルギーを取り出すことを天気呼吸って言いますけども、二酸化炭素でエネルギーを、えー 作っっててた生き物とみれば酸素っていうのは猛毒なんんすよ、まあ、何しててくれてんね、みたいなねね、うん、酸素って、ね、今もうなくてはならないものだし、酸素なかったら我々死んじゃいますよ。でもね、酸素っていうのはね、あのよくその中学理科で習ったと思いますけども、物を燃やす働きがありますよね。まあ、酸素自体は燃えないんだけど、えー、燃やすことを働く働きで除年性っていうんですけども、酸素ね、めっちゃ危険なんですよ。 うん、で、例えばね、あのー、物を燃やすっていうのもあるし、例えばその金属とかを、あの、銅とかね、外に放置しておいたら、色変わりますよね、錆びますよね。それぐらい酸化させてしまうっていう働きもあるんですね。だから、その酸素を使わない生き物とってみれば、なんか酸、細胞壊れんねんけどっていうのと、めっちゃ燃えるんですけどみたいな状態になるわけですよ。で、酸素100%。 っていうね、えー、その、ボンベね、あの、工業に生産されてますけど、これね、やったらできないですけど、酸素100%のね、スプレーをピュッてやったらですね、めっちゃ燃えますからね。もうめちゃめちゃ危険ですからね。っていうぐらいね、もうめっちゃ物燃やすし、めっちゃ酸化させてくるんで、もうその酸素を利用しない生き物にとってみれば、もう毒なんですよ。要は、猛毒を排出している生き物が、シアノバクテリアっていうことなんですよ。だからもうね、 だからもう今まで生きてた生き物にとってみればもうやめて大気汚染やんみたいなもう感じなんでそれぐらい酸素っていうのは危険なんですよ。 じゃあ、じゃあ、じゃあね。じゃあ、我々酸素利用してるし、今、酸素をね、えー、使ってエネルギーを取り出してる生き物たくさんいるけども、じゃあ、なんで酸素がいいようになったのかっていうとですね。まあ、たまたま酸素を利用できる生き物が、まあ、たまたま生き残ったっていうことにだけにしか過ぎないんですけども、要はまあ、進化っていうのはたまたまが一番多いんですけどね。キリンの首が長くなったのも、まあ、たまたま首の長いやつがおって、えー 生き残っただけっってていうののあるでで進化たまたまたまなんですねだからこの毒をまき散らすシアノバクテリアのこの酸素を使って効率よくエネルギーを取り出すことができるまあ好呼吸できるですね生き物がたまたま残って有り余る酸素を使ってここまで発展してきたと。 うんまあ、いうことがまあ言えるわけなんですね、うん、なので、まあ、酸素がなかった時代の生き物にとってみればですねもう毒にしか思えなかったんだけども、うん、酸素のない酸素があってそれをたまたま利用できる生き物が繁栄してその進化の先に我々ホモ・サピエンスがいると。 まあ、いうことなんですね。まあ、我々とってみれば酸素は必要だから、シアノバクテリアのおかげでここまで生き,生きることができましたっていうことを言えるかもしれないけどもね。まあ、要はまあ、神みたいなもんですよね。この地球上をもう生きやすい星に変えてくれた神様みたいな存在ですけどね、シアノバクテリア。でも、シアノバクテリアに前に誕生した生き物をとってみれば、もう悪魔みたいな奴らですね。もう毒ガス、何してくれてんの多分、ほとんどのね、 えー、酸素を利用しない生き物は多分酸素毒ガスですから、ほとんど大量絶滅してると思うんですよ。めちゃくちゃ死んだと思います。うん。でも、その中で、ね、生き残ったやつと、今度は酸素を利用できる生き物が生きたからこそ、我々につながってす、我々の究極の祖先はバクテリアですからね。酸素を使うね。酸素を使ってエネルギーを取り出すバクテリアですから。まあ、ということでですね、まあ、その当時にとってみれば酸素はなかったので、まあ、その、まあ、シアのバクテリアが大量発生して、 に酸素を出したということがですね地球上初めて起こったまあ、大気汚染ということですねということで、えー、今日はこの辺にしたいと思いますそれでは皆さんさようならバイバイ